カリア治流環境組合クリーンセンターカリア治流環境組合は愛知県カリア市と治流市の廃棄物処理を目的とする一部事務組合1966年10月に設立された現在家庭から出る可燃ごみ粗大ごみ及び事業系一般廃棄物を焼却破砕処理するクリーンセンターと日用品のリサイクル販売を行うリサイクルプラザ ゴミ焼却の余熱を利用した温水プールなどを運営している。現在の施設は2009年4月に稼働を開始したもので、1日あたり97トンを処理できる。焼却炉が3基、焼却灰を溶液スラグ化するための廃用ユーロ1基を備えている。余熱による発電も行っており、全施設の電力を賄うことが可能。 クリーンセンター管理棟2階に設置されている。日用品の持ち込み、展示販売を行うリサイクルショップや、粗大ゴミとして回収された家具を補修した、再生補修家具などの販売コーナーが置かれている。正式名称は、予熱ホール。クリーンセンターの焼却予熱を利用した温水プール、施設であり、1987年5月開館。 長さ120メートルの流水プールや競泳プールを備え、水泳教室なども開催している。2013年11月から改修が行われ、会議室や大広間、和室などを廃止して、フィットネススタジオやトレーニングジムを設置した。指定管理者制度を導入した上で、2014年6月1日、リニューアルオープン予定。ありがとうございます。